はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の定積分と面積丸5をお送りします。で、前回ね、絶対値が入ったね、定積分やりましたけど、こっからね、5と丸6は接線が絡む問題をやっていきます。で、今回はまあ大きなものが1問ボンってあるんですけど、小問が全部で3つありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、もうこの接線が絡む問題もね、よく出てくるね。まあ、次回ももう一本やりますけど、で、今回は、まず y イコール x 2乗です。二次関数と接線の問題ね。で、2点 A と B があると。で、図は後でこっちに書くんですけど、まず1番と2番は接線求めるだけなので、ちょっと図を使わずに普通にやっていきます。これ公式だからね。で、まず点 A における放物線の接線の方程式で、これはもう以前にやった公式を使うだけなので、ここちょっと板書ちっちゃめでごめんね。で、まあ途中式書かされるパターンも多いから、一応 fx イコールx 2乗、まあ、この部分ね、まあ、y も言って y ダッシュで言ってもいいんですけど、と置く。で、接線求めるとき公式でね、微分したもの使うから、微分すると 2x でしょ。で、まず点 A における接線の方程式の求め方は、まずマイナス1と1を使うから、公式ね、 y から y 座標を引くんで、 y 引く1イコールx 座標マイナス1でしょ。それを入れたもの、微分したやつにね、入れるとマイナス2になる。で、そのマイナス2が来て、カッコ x から x 座標を引くからプラス1になるけどねっていう。で、あとこれをまとめるだけだね。分配してマイナス1も右辺に持ってくると、 y イコールマイナス 2x マイナス1か。これが A における接線の方程式になります。で、B における接線の方程式も同じでね、やり方は。もうここ使えばいいから、2番。y から y 座標を引くので、y 引く4。で、x 座標が2なんで、2を微分したものに入れると4が来るから、4括弧 x から x 座標を引きますと。で、まとめると、4x マイナス8だから、これで、ね、接線のね、方程式は OK です。ちょっとここはね、公式なんでサクッといかせていただきました。で、これ今回ね、3問分けてあるんですけど、この3番がいきなり来ることもあります。もう最初から書いてあって、で、 A における接線と B における接線と放物線で囲まれた部分の面積 S を求めようと、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、今回ちょっと分けたけどね。で、図ちょっと書いていきますか。二次関数とこいつとこいつだね。はい、綺麗に書けっかな。ちょっと大きめに今回書きますね。ちょっと待ってね、ちょっと0あえて置いておこうかな、後にしようか。で、二次関数だから、よいしょ。ちょっとへこんだけど、まあ許して。で、これで、まず赤の方からいこうか。マイナス1の1で、それが接点になってるわけだから、で、マイナス1を通る。まあこの辺にしとこうか。ここが A ね。で、マイナス1を通るので、ちょっとね、色をあえて使わずにいきます。これが A における接線の y イコールマイナス 2x マイナス1となってます。ちょっとちっちゃかったらね、あの全画面表示で見てください。あのパソコンで見てくれてる方はね。で、B は2の4でしょ？で、2の4。まあ、この辺にしとこっか。この辺でマイナス4を通るから、ちょっと変になるけど。まあ、こんな感じかな。4x-4 です。
で今回どこ求めたいかっていうと、もうちょっとね大きくてもよかったんだけどごめんね、放物線と接線で囲まれてるからここだね。なんで斜線違う方向に向いたんだ俺。ここです、ここを求めたい。で基本的には面積ずっと言ってるけど、上にあるものから下にあるものを引けばいいっていう方針でいけるので、今上にあるものって二次関数でしょ、 x2 乗分かってる。で下にあるものも直線もう分かってるから、あもういけんじゃんみたいな感じがするんですけど、気をつけなきゃいけないことがあって、これ何を気をつけなきゃいけないかっていうと、今ちょっとこのさ赤い部分拡大してちょっと取り出すね。取り出すとさ、取り出せる？こうなって、ちょっとイメージこんな感じになってる、形としてね。で気をつけるところはもう一つだけですね。この部分の真上のここで切ることだけです。面積一気に求めらんない、2個に分けます。でなんでかっていうと、この点線より左側は上にあるものは二次関数、それは変わらないんだけど、下にあるものはこっちの直線です。でも点線より右側は二次関数上は同じなんだけど、下にある直線が変わるんだよね。でもちろん下にあるものが変わるんだったら分けなきゃいけない。だからこの部分いくつなのっていう、インテグラルで切りたいからさ、そこを求めたいと。でその求め方は実は楽で、結局この直線とこの直線の交点でしょ、これとこれの交点だから普通に連立でいいの。いいで x 座標さえ出せばいいから、 y 座標いらないからさ、横はなので普通にこれ連立して、まあ代入法でね、どっちかの y 入れて、y のところに入れてしまえば、今この 4x-4 この y にねぶっこんでしまうとこうなるでしょ。で持ってくれば 6x=3、 間違った、だから x=2分の1なんで、ここの x 座標2分の1なんだよね、ここが。だから2分の1で切ればいいと。で左側ここは a の x 座標だからもちろんマイナス1なので、ここは b だから2でしょ。つまりマイナス1から2分の1までと2分の1から2までに分ければいいじゃんっていう、であとそれ計算すれば終わりだよっていう。でここまで聞いてて、もしかしたらね、いやあの公式使えばええやんって思う人もいるかもしれないです。これ実は公式があるんですよ1個、でもそれは最後に紹介します。ぜひこういう風に分割して、なんで分割するのかって、それは上にあるものと下にあるものが違うからでしょみたいな、そこもぜひね理解してほしいんで、ちょっとね普通にやります、ここは。なのでこのインテグラルにね分数が入るとか本当にやめてほしいですけど、ちょっと頑張ろうか。じゃあ行きます、3番ね。でさっきも言ったように面積 S、 一応 S 書こうか、 S イコールインテグラル、まずマイナス1から1ね、あ、じゃあね2分の1ね。で上にあるものこれです、で下にあるものはこっちの直線なので、これ、ね、これを引く、上にあるものからそれを引くので、中に入るのは x2 乗プラス 2x プラス1の dx ですね。はい、これちょっと幅微妙だね、ちょっと下に行こうか、足すインテグラル、今度2分の1、こっから右の2までは上にあるもの同じです、でも下にあるものこっちに変わるからこれを引けばいいので、x2 乗マイナス 4x プラス 4dx と。でこうなる。さあ行きましょうこれきつい これやると3分の 1x3 乗、あここはいいね、 x の2乗の x のマイナス1から2分の1プラス、こっちが3分の 1x3 乗マイナス 2x2 乗プラス 4x で、2分の1から2か、ほいほいほい、4回ね、いきましょうか。ここだよね、2分の1を入れると、これ多分消えるかな、結局入れると8分の1だから24分の1か、1、ここがプラス4分の1プラス2分の1で、引くことのマイナス1入れるとマイナス3分の1プラス、ちゃう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 
パニックって言うとプラス1かでマイナス1でこっち終わりね。で次右プラス2を入れます。3分の8と8、これ結構消えるのか、もしかしていい感じか。引くことの2分の1入れると、24分の1、マイナス、待って違う、4分の1だ、2分の1だからマイナス2分の1のプラス2か。入った？あ、OKOK、 さあ、で待てで、これさ、嫌なとこ消してこうか、こう消えるね。マイナスで書くか、マイナスプラスマイナスでしょ。でここも書いちゃおうか、プラスでマイナスでプラスで、ここがちょっと消えるね、どうせ。ここも消えるから消しておこうか。で、あと消えなそうかな。じゃあ行こうか。まず4分の1個しかないで先に書いておきます。で、2分の1とプラス2分の1、これで1になるね。プラス1っすね。で、3分の1と3分の8って3分の9だから3になると。終わった？あ、あと、またマイナス2か。で、こうなるからここが2になる。つまり4分の8だから結局4分の9、さっき解いたのと合ってる？あ、OKOKOK といった感じになります。あ、先が長かったまあひとまずね、さっきも言ったようにまず覚えてこのやり方ね、オーソドックスな方のやり方を。で、公式がありますので紹介しておきます。で、これはですね、こういう感じで2次関数が出てきて、まあ、接線2本で面積求めるとき、まあ、こんな感じになるんですけど、でその時に使える公式があって、この今回の形、ここね、赤のところこうなってこうなってこうなって、その下の部分でね。で、それを求めるとき、これ公式ね、12分の絶対値 A かっこ、これかっこ、こっちやめとこうか、ベータマイナスアルファの4乗という公式があります。あ、読んでね、これ3乗だ、ごめん、こっちは3乗だった、失礼。で、これどこの数字使うかっていうと、まずここの A ね、 A は X2 乗にくっついてるここの係数です。ここの係数、これが A で、ベータとアルファ何かっていうとここです、2とマイナス1。で、これ入れるとどうなるかっていうと、今係数1じゃん、だから A のとこ1ね。で、1になって2-1でしょ。で、2-1って3じゃんか。で、その3の3乗だから27なんだよ。つまりここ12分の1でしょ。で、27、3で約分するとこれ4で9になって4分の9終了っていうね。そう、まあ覚えておくと便利ですいいかな。で、これも実はもう一個公式があって、今回こういう感じで出したじゃないですか。で、もう一箇所出てくる問題がたまにあって、どこかっていうと、ちょっと B 書き忘れたね。ここにさ、接点の AB があるじゃないですか。で、その AB をこうつないで直線にして、この部分、つまり AB 直線 AB とこの2次関数で囲まれた青の部分で、ここの公式がそのね、12分の、あ、消しちゃった、また書くね、全部消してしまった。12分のとこが6になって、6分の絶対値 A ベータマイナスアルファの3乗とこうなります。じゃあこっちに書いておこうか、12分の絶対値 A ベータマイナスアルファの3乗と、まあ公式です。うん、覚えといて損はないですね。ちなみに今から動画撮ってるじゃないですか。で、動画撮る前に勉強するんですけど、自分現役の時にこれやった覚えがないんですよ。やったのかもしれないけどね、使った覚えがなくて、いつもこうやってやってたななんて思うんですけど、まあ覚えても損はないかなと思います。では今回は高校数学数2の定積分と面積丸5をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回がまた接線です。はい、で今度は3次関数かなと接線の問題やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です、ありがとうございました。